エジプト軍最高評議会とは、エジプトの国防、安全保障に関する重要事項を決定する、評議会。エジプト軍幹部18人からなる。2011年にエジプト革命が起きると、2月11日にエジプト大統領、ホスニームバーラクから統治権を移譲された。また2013年エジプトクーデターでは、初の民選大統領、 ムハンマドムルシーを拘束し実験を掌握した。会合自体は定期的に開かれているものではなく、2011年のエジプト革命以前には中東戦争時に2度開かれただけであった。ムバラクニノーをなどと落書きされたエジプト軍装校舎。軍は、おおむね、反政府デモに協力的であった。エジプトでは2011年1月25日より、 全土で大規模な反政府デモが発生した。この際、エジプト内務省管轄の治安部隊や警察軍は、ムバーラク体制派として、催涙弾発砲など強硬な治安維持に当たったが、軍出身のアフマド・シャフィーク首相や、オマル・ス・レーマン副大統領は2月3日に、この強硬な対応に不満を表明し、内務省との対立姿勢を見せていた。その後も、市民の大規模デモが続く中、 エジプト軍は2月9日にエジプト陸軍元帥国防省として長年ムバーラク政権を支えてきたムハンマドフセイン、タンターウィーを議長にして最高評議会を召集した。2月11日にムバーラク大統領が退陣を表明するとエジプト軍最高評議会は大統領から国家権力を移譲した。実権を掌握した軍最高評議会は 国民の民主化要求に応える形で2月13日に人民議会を解散し、不公正な選挙の温床とも指摘されていた憲法停止を宣言した。同時に新政権発足までの移行期間は今後6ヶ月間、または次期大統領選が実施されるまでと発表した。それまでの間は、評議会議長、国防省のタ,ンター・ウィーが国家元首を代行することになった。 軍最高評議会は2月13日夜に、グーグル社幹部のワエルゴニム、革命の若者連合リーダーで医師のシャーディー、エルガザーリー・ハルブと、同グループ幹部のハーリド・サイード、4月6日、運動代表、ムスリム同胞団代表、モハメド・エルバラ大前 IAEA 事務局長支持派の、カンブラ、カイロ・シタ・ハリーール広場などでの、反政府デモの中核となった、市民勢力の代表8人を招き、 軍最高評議会の召喚二人と協議を行った。この際、軍最高評議会は市民勢力をまとめた統一政党の結成を求めた。また、ワエルゴニムはこの協議において、軍最高評議会が国民投票による憲法改正を無効二ヶ月以内に実施すること、さらにデモの際に拘束された人々を釈放することを約束したと語った。 軍最高評議会は2月14日に市民にストライキの中止を呼びかけた。2月15日にはターレクビシャリー元行政裁判所長官ほか、判事や法律専門から8人からなる憲法改正委員会を設置し、同意に対し今後10日以内に改正案を策定するよう指示したことを明らかにした。2月17日には Facebook にアカウントを取得し、 本日から息子たちと意見交換ができて嬉しい。どんな質問にも24時間以内に答えます。エジプトの人々、特に1月25日の若者たちとの対話を希望しますと呼びかけた。2012年8月12日にムルシー大統領は、ムハンマドフセイン・タンターウィーを国防省及びエジプト軍最高評議会議長から解任した。そして、公認の国防省及び 軍最高評議会議長には、同日付でアブドルファッターフアイコールシーシーが就任した。同時に、大統領選挙前の6月に公表した立法検討を、軍最高評議会が掌握し、大統領権限を制限する暫定憲法は破棄され、大統領に権限が移されることになった。2013年エジプトクーデター関連報道に登場する治安部隊は、 暫定政権である軍最高評議会機関の武装部隊。ムハンマド・フセイン・タンター・ウィー・サーミー・ハー・フィズ・アナーン2011年2月9日から同評議会が開かれた際の参加者は以下の通りであった。ありがとうございます。